妖精たちのスキー。ランタッタラッタッタ、プリ、キターラ、テトトレロルリーンパあおお綺麗。コビちゃんすごい。よくできるね。なんでうーん。普通に踊ってるだけなんだけど、この板賢いから上手にバランスとってくれるの？いやいや、それはそうだけども。そこじゃないのよ。デミがびっくりしたところは。 双子の少女が白銀のステージで遊んでる。おばあさん手作りの金色のスキー板は繊細な彫刻で飾られていてまるでおしゃれなレストランで使われるカトラリーみたい。あたりは一様に氷で覆われてるけど顔をくるりと南へ向けると赤ちゃけた原野が間近に広がる。昨日まで数日間吹いた強風は今朝早くに静まりのどかな北国らしさが帰ってきた。 春が近づいてる二人とも気をつけて行ってくるんだよあそこは氷が溶け始めてるみたいだからねはーいいつも通り全種スキャンしてから遊ぶ危ないとこは近づかないねえおばあちゃん今日のお弁当は何？ソーセージとリンゴ入れてくれたええちゃんと入ってるわ ピーマンとグリーンピースも残さずきれいに食べておくれ3人は第一1マーズエクスプローラーの一員として火星赴任した月生まれのサイボーグ地球とよく似たマーズハブの中だけでなく高温高圧低温低圧といった環境下でも問題なく活動できる発明家であるおばあさんは この地で運用される機器類の超エキスパート不具合が生じた隊員のメンテナンス担当でもある私も先週キャスターを直してもらったソビーじゃあ滑るよ見ててーせーのあー早いデメちゃん素敵もう最高だよね気持ちいいほいほいほっほほほいとゴール パチパチパチ、ナイスナイスボコボコのとこヒヤヒヤしたね面白いいつの時代も子供たちの笑顔と元気さは喜び以来の何者でもないよね大人になったらあの頃の純粋さをうまく生かしてほしいって私は思うドキドキしながらジャンプしたりワクワクしながらダッシュしたりギリギリのとこでストップしたりワンワン鳴いたりさ。 そういうのって長い一生おかげで支えてくれる小さな原動力だって感じるでしょう知識や知恵は年齢を重ねるごとに増えていくそれらが助けになることもあるしかえって障壁になることもある助けになるならそれを使って障壁になるならそれは使わずに直面する課題の内側をよく見極めて視界の向こう側にある領域へ心を込めて 遊び心を大切にどんな生活、仕事でも大抵の場合素直に向き合えているかが鍵になるものだから手を合わせていただきますうんーりんご、おい美味しいおばあちゃん、ありがとうソーセージ、うまうま、ピーマンがんばるあ、デメちゃん見ててこうやって どうぞ。やったーじゃあ私も、こうやって、こうやって、ミルクシェイク !ME25 年3月1日、ノースクラウンマーズハブ周辺、おばあさんの椅子。